途中取れてないね。途中切れてるわ、途中。暑いからね。ビデオも切れてしまうわ。スマホも全然あかんけどね。上がれど上がれど、頂上に着きませんわ。もうほぼ30分経つ。スタートから30分経つやけどね。カメラは途中電源落ちるしね。もう限界やから、もうストップして、U ターンしようかと思うぐらいね。限界やわ。あら、まだある。30分ではちょっと、これなんだな。どこ頂上だ？もう踏み切りは頂上やけど、なんか石碑が立ってんだけどね。これ岡寺 1.5 キロ、石舞台 2.3 キロ、高い所に、あれ、こっちか。あ、こっちですね。いやー、やっとやわ。何分かったの。やっぱ30分以上かかってんな。32、3分かかってますわ。いやはや、そんな時間かかるとは。強烈の上りばっかりやからね。こうふわふわやな、下。万葉展望台。飛鳥が一望できます。飛鳥も、大阪も、一望できますよ。あすか、見えない。あすかが見えないよ。さ、残念でございましたね。これニジョウが見えるけど、ニジョウがや、ニジョウがカクカクさん、金剛山見えるけどね。肝心の飛鳥は見えませんが、見渡せませんね。はい。天ヶ石の丘、はい。二条山。阿部のハルカス。阿部のハルカス、ちょっと見当たらんな。見当たりませんな、これじゃ。耳なし山、見えない。あれ、生駒山見えるけどね。八田丘陵はちらっと見えるね。うねみ山、全然見えんがない。ちょうどど真ん中で。こう、見えん。阿部のハルカス、全く見えないけど。あの、二条山の横から見えるとなってねえけどね。見えないね。この辺やけどね、見えない。金剛山、桂木山、金剛山見える、桂木山見える、浜ヶ石、ベンチもだいぶ傷んでますね。こんな感じですよ。広いやけどね。ここでみんな誰やったかな。ここでラーメン食べたりましたけどね。どこで食べだったかね。わからんな。もう奈良は全然見えんし。生駒山ちょっと見えて。横で生駒山ね、ちょっと見えて。
ほんで手前、ここ真ん中に、ここに海の見えがちょっとちらっとここが見える。ね、海の見えがあれが二条なんで、これ桂木なんで、で、これは金剛なんで、桂木なんで、あそこは見えない。全然見えなかったね。あそこを見るんだ思ってきたんだけどね、見えなかった。残念。飛鳥は見えないね。